左肋骨の疲労骨折のため5日に出場選手登録を外れた d n a の筒香義友外野手が離脱した胸中を明かした5年ぶりに日本球界に復帰しシーズン中盤で見舞われた故障にチームに貢献できないのは残念というか申し訳ない思いです夏場の大事な時期にいい状態でプレーできているようにしっかり調整しますと率直な思いを語った 幹部に違和感を覚え始めたのは6月21日からの阪神3連戦中甲子園だったずっとスタメンというわけでもなかったから練習量が増えたり日本に帰ってきての疲労というのもやはりあったしいろいろなものが重なったんだと思いますその後海音は響かず抹消前は22打席連続無安打7試合連続でベンチスタートだったがそれ痛み は誰も知らなかったから、普通に結果が出ず外れていただけです、と話した。これまでも毎年のように骨折を負いながら、公にすることなくプレーを続けていた。痛みには強い方だし、骨折で抹消されたことは今までなかった、というが、今回は長期離脱につながる可能性のある脇腹という箇所。痛みが日に日に強くなってきていましたし、 完璧に折れてしまったら2ヶ月半から3ヶ月かかる可能性があると言われ、そうなるとシーズンが終わってしまうからとチームドクターの診断を受け、抹消に至った。現在は横須賀市内の2軍施設、ドック、で治療に専念しており、まだバットを振ることはできていない。今後については、例えば1週間で痛みが取れて検査をして何もなければ最短、10日間、で戻れるかもしれない。 でも骨が炎症を起こしている状態のままで復帰したら完璧に折れてしまう可能性があるからそこは慎重にだから今はまだわからないですと話すにとどめた結果という面では出ていなかったですけど変わってきていました2日にはマイナビオールスターゲーム20242ファン投票での選出が発表されたばかり5年ぶりの夢舞台で美しいアーチを描く期待もかかっているが せっかくファン投票で選んでいただいたので出られる体であれば出場したい。ただこればかりは状態次第なので今はわかりませんと明言を避けた。実は感覚がかなり良くなってきていたんです。やっと日本の投手に会い出したというかこういう感じかというのがだいぶ見えてきていた。代打はすごく難しいし毎日打席に立っているわけではないからなかなか結果という面では出ていなかったですけど。 打撃練習の感覚は明らかに変わってきていました。4月中旬にフルス復帰が発表され、1軍では5月6日からプレー。ここまで38試合で打率1,206、6本塁打、18打点は、数字だけで見たらやや物足りないかもしれないが、ここぞの存在感や勝負強い打撃は何度もチームを救った。何よりりも自身が上り調子 を首位争いを繰り広げる中で背番号25の力が必要になるときはきっと来るだろう。その時に向けまずは復帰へ最善を尽くす。